県道入り口より望む山道から見上げた、本望岩屋寺は、愛媛県上受名な熊高原町七鳥にある、新言と豊山派の寺院。3号は、海岸山。本尊は、不動明王。四国八十八箇所霊場第四十五番札所。本尊新言、のうまく三万ザラダン断線だマカロー社だ。そわたや、うんたらたかんまんごえカか。 大勢の祈る力の下に、岩屋石の中にも極楽ぞ、ある農教院、当時本尊、奥の院白山明理大菩薩本堂は、標高585メートル付近にあり、本堂の位置で比較すると88カ所中4番目の高さで、交通機関を最大限利用するものでも30分近く山道を歩いて登らないとたどり着けない、車変路には最大の難所である。 山道途中にはおびただしい数の石仏けが重なるように置かれていて、境内は山に向かって、右が金剛海峰左が大蔵峰と呼ばれる天を、つく、歴岸峰に挟まれ道具は巨岸の中原に埋め込まれるようで、神宣教を思わせる山岳霊場である。なお、本堂が大主堂より小さいのは、山全体が本尊とされているからである。毎年、旧暦3月21日は、 当時の縁日で、県道からの橋より中は、車侵入禁止で、県道反対側の駐車場になり、村人総出で世話をし、ごまぎ刀、ごえぐ包容、持ち巻きが再興される。その際に、大師像ご会長や穴禅城を見ずく用がある。事伝によれば、公認六年霊地を探して、山に入った空海は、山中で人通力を備えた。 国家仙人という女性と出会う。仙人は空海に帰依して、山を献上した。空海は、不動明王の木像と石像を刻み、木像は道具を建立して、本尊として、暗示、石像は、奥の院の岩屈に祀って、秘仏とし、岩山全体を本尊としたという。三号の、海岸山は、空海の策とされる、山高帰国の朝霧海に似て待つ吹く風を波に、 たとえ無の歌による。山中の霧を海に例えた歌である。鎌倉時代中期に、自習の祖一辺がこの寺に賛同したことは一辺、清恵に描かれている。そして、いつからか、第44番、大宝寺の奥の院とされていたが、明治7年に、初代住職が着任した。だが、明治31年に、 二王門と国蔵堂を残し道と、資料宝物のほとんどを消失した。その後、大正九年に、大史堂、昭和二年に、本堂、同九年に、三門、同十七年に、主郎、同十八年に、宿坊、同十三年に、里割不動堂と白山音源堂と順次、再建されていった。道の寺と逆側脇に、 マイクロバス以上とキャンピングカーの駐車場、普通車以下は、県道から赤い橋を渡って、約100メートルとさらに約50メートル上がったところに、駐車場があり、それらから、山道の石段を登り、途中の山門を杉石段を登ると、不動明王とお迎え、大志像がいて、これ以上登れない人はここで参拝しの右は、同行者に頼む、さらに登っていくと赤い五クラを渡ったあたりから、 無数の石仏が並べられていて、さらに登ると、やっと見上げた上に境内が見えてくる。本坊の段まで来ると左に、水小地蔵村、首郎、その先にバイオトイレ、右に、長津場、栗、農協所がある。さらに少し登ると本堂が、その左の方に、大市堂がある。大市堂を過ぎて、二王門をくぐり山を入っていくと三十六道寺、行場、福有全城、 鎖前城がある奥の院に至る、重要文化財大師導熊高原町、指定有形文化財二王門国の名称鉄道バス道路三十六道寺、行場の教所で三十六道寺行場へとお願いすると三百円で五十六枚の収め札をいただける。三十六道寺と番外札二十枚であり、大師導の先の二王門の脇が一番で、そこから順番に収めながら登っていくと最後に、 夏季の福割禅城の門に至る。32番は険しい峰の上にあるのでその下に収め、札箱がある。探しながら巡るので、約1時間はかかる。白山行場本寺から、二王門を経て36同時行場を終えたところに、大きな赤い不動明王立像が脇に立っている門がある。農協所で預かった鍵で扉を開けて入り、福割禅城と呼ばれる両岸が迫った岩の隙間を、登り、 さらに鎖場を登ると、太い梯子の下に至る。その暗部に古い祠が一つ。その先の崖を上がればさらに祠が二つ。戻って梯子を上がった山頂に、石室の祠があり、白山権現が祀られている。古岩屋の不動堂古岩屋四国八十八箇所四十四大宝寺四十五、岩屋寺四十六条瑠寺七鳥とは、見穂鳥物ぶっ慈悲心鳥十一。 自費性トリュグイス、鈴み取りキジバト、鈴トリキビタキ、笛トリヒヨドリ、チョコトリホトトギス、ガジャ初めて変百128ページ2018.11、30SPC 発行後来住、四国変路の寺上89ページより、熊高原町公式サイト歴史文化財データベース。ありがとうございます。